はい、こんにちは、ニースからお送りしています。どうもありがとうございます。いつもね、登録して見ていただいている方に本当に感謝をしていきたいと思います。本日のテーマ、セックスレスが解消されるとき、つまりですね、セックスレスっていうのは基準がないんですけれども、要するに、自分がね、これはレスだなと、自分がしたい量、自分がしたいタイミングで、そういう、間具合がね、できないと、パートナーと自分が思うときに自由に、好きなタイミング、好きな、量でできてないっていうことが続いていて、それがすごくストレスになっているとき、セックスレスというふうに、考えていいとは思いますが、ただそこにこだわりすぎると本当どんどん作っていくように、こう仕組みを作られていますので、今日はそれを挑んでいきたいと思いますので、はい、なんでこんなことが起きるようになっちゃったのかっていうね、人間と人間の愛し合った男女がね、セックスレスなんていう言葉までできて、そういうことがみんななぜか起こってる、私たちだけじゃないわけです、経験したのが、みんな結婚した夫婦の人たち、男女がみんな悩んでるんですよ、それがおかしいと思いません？愛し合ってる男女が結婚した途端に、一緒に住んだ途端に、結婚した途端にね、あれほど相性が良かった、あれほど仲が良かったカップルがピタッて止まってしまう、何なんでしょうか。そしてすごく仲がいい方も多いですよね。本当にもう魂と魂でつながってるぐらい分かり合い、いたわり合い、深く愛し合っている、そんなカップルがそんな風にね、タイミングが合わなくなっちゃう、おかしいって思いません？私はまず最初に、っておかしい、何が起こってるのって思いました。はい、でそこでいろんなことをね、言って、ちょっとビジネスになっちゃったりとかする、なんかまた別のね、なんかそうです、二次産業、三次産業みたいなのもあったりするのかなとか思うんですけど、本当にここで YouTube でも話してくれてる方々がたくさんいるんですけれども、あのね、エネルギーで私気づいちゃったんですよ。本当にちょっとこれからね、ギャンギャン出ていくと思うから覚悟しておいてほしいんですけど、エネルギーの話をしたいと思います。もう霊気とかでね、エネルギーとかも散々やってるので、意外と話してないんですけど、エナジープルって話は一回してるやつがあるかな。そう、これ以上探してあったらまた貼っておきますね。エナジープルって何っていう話で、エネルギー、気ですね。ちょっとね、これがセックスレスが解消される時、私思い出してたんですよ。どんな時にレスだと思ってたのが、いい感じでまた戻ったやっていう、来たって旦那さんが誘ってきたみたいな、こうタイミングがあったっていうのが起こったかなって思い出してたんですけど、それがエネルギーなんです。やっぱ気なんですよ。そうで、うーってなってる時って気が巡らないんですね。マインドが先に立って、うーってなってる時、いろいろネガティブなことジャッジしてる時、検証してる時っていうのは、エネルギーがもううーってなってるの、頭が痛いから分かると思うんですけど、うーってなってる。だけどね、気が通ってる時ってね、感覚で言うと頭が抜けてる感じ、ポーってしたスーっていう感じ、セックスで言うと、行った状態みたいな感じ、ちょっと。リラックスして外とかでぼーっとしてくださいって言ってるんですけど、あの感じに比較的近いけど、もうちょっとパワフルかな。そう、気がぐんぐんこうソースとつながってる感じなんですけど、それが再現できた時にタイミングが来ますね。そう、なんかこうマリアージュって感じ、毎日マリアージュ、その度にマリアージュみたいな感じで起こる気がしてですね、どうやったらじゃあそれが作れるんじゃい、それが知りたくて YouTube 見てるんだよって話じゃないですか。もう分かる、私もそういう気持ちでもういっぱい検索しました。それを出す人間になりたくて YouTube を話し始めました。みんな求めてるのは話、経験談とかシェア、実は違くって、ソリューションなんですよね。そう、結果が欲しいんだよね。なんとかしたいのよ、この不快感をって話じゃないですか。めっちゃわかる。もう死ぬほど苦しいもんね、本当に。ということで、エネルギー気づきました。皆さん、いろんなことがあって、実は女も男も聞いてください。セクシャルエネルギー、性エネルギーにつながることに罪悪感持ってませんか？
ここだけの話、私はもう持ってました。もうちょっとでも微塵でもですよ。でこれね、思うんですよ、セクシャルエネルギーに対して罪悪感、まさかの、私はものすごくオープンだと思ってたんですけど、まさかの罪悪感、性エネルギー、わかりますか、そのセクシャル、その例えばポルノとかね、まあ、そういう性の関することに対する罪悪感じゃなくて、私が言ってるのは性エネルギーというソースにつながること、常に、常時日常の中で、まあオーガズムでつながるっていう言い方もあったりするわけですけど、そうじゃないんですよ。そう、一つの方法で、もう自分たちが普段もうこうやって思考してる時にコミットできるんですよ。やってみてください、今すぐ。性エネルギーへの罪悪感まず手放してほしいってことと、もうノーリーズンで、アニがあったカニがあった、もう意味ないです、もうやめてください。そう、いっぱいあると思うんですよ、ポルノが氾濫して情報が いろんなとこからね来てると思うんです、周波数で、何もしてない時にも来てるかもしれないですよ。怖いと思ったんだけど、私気づいてしまいました、そういう役割なのかもしれない。で、今この考えてる時にもできるんですよ、何もそのオーガズムにつながらないとできないことじゃないと。性エネルギーというソース、性エネルギーとつながる、そう、その大きなエネルギーとつながることを意図してください。そうすると勝手に動き出します。そう、許可しますと言ってみてください。そう、性エネルギーとつながることへの、拒絶、罪悪感から来てます。みんな検索したと思うんですよ、なんで拒絶しているんだろう、あんなことがあったから、旦那がこうだから、いろんなことがあったからって思ってたと違うんですよ。コントロールみたいな感じじゃないですけど、罪悪感を持ってたんです、私たちが知らない間に。もうその理由を探すのはやめよう、犯人探しはもう意味がないです、私もいろんなことをやってきたけど。ただ手放して許可してください。私は性エネルギーといつもつながることを許可します。そしてエナジープルっていうのがちょっとあるんですけど、エナジーフローですね、エネルギーを流すということを私たちはみんなできます。私もちょっと流しますので、これでちょっとね、今手放してというか、まあその許可してくれたと思うんですね、性エネルギー、セクシャルなことで、その 性的なこととつながるという属世間じゃなくて、宇宙の中にある性のエネルギーと、私がオーガズムはもちろんのこと、私が性のエネルギーとつながるということを許可します、もう受け入れますと意図してください、全身で。そのあとね、罪悪感をね、もう手放します、手放します。性エネルギーとつながっていくことの罪悪感、これね、多分ね西洋文化から来てると思うんですよ。手放しますって、ちょっと手放してみてください、これエネルギーワークです。そうして私たちが意図すると、そういうことが自分たちに来ますので、きっかけがそことつながっていく世界が作り、道が結構やりやすくなってくるんで、ちょっと観察してください。そしてつながってください。もうつながるだけ、あとはもうなればなる、全部お金も人間関係も全部美容も、そう、もう方法論とかではなくて、まず基盤、そこ、まあ、私もちょっとそういう一つ一つコツコツとねやってきてますけど、それも大事なんですけど、まず大前提として、これ性エネルギーのソースとつながりますということをもう覚悟して、罪悪感があるんですね、その原因はね、そう、罪悪感をまずもう手放して許しますって言ってください。私は性エネルギーとつながることが素晴らしいんですよ。性エネルギーとつながるっていうことはね、神様につながるっていうこと、自分が神と認めるっていうこと、ボディもマインドも。だけどそれがいつの日かえぐいこととか、まあ、そういうことがそういったら、まあ、その罪悪感につながるような考えがはびこっちゃって、私たちはそれにこう汚染されてたんですよ。なんか被害者意識とか、なんかこう、なんか嫌だとかね、そう、そうじゃない、自分が単体でつながるっていうことを許可すれば恐れがなくなるんですよ。そう、罪悪感持たなくていいです、違うんで、神なんで、そのソースとつながる感じです。見る見る美しく若返っていきますよ、おそらく。めちゃくちゃ変わったねとか、オーラが変わったねって多分このコミットした直前から多分言われ始めるんじゃないかなと思います。その女性性とか男性性とかを超えてるから、もうすごいエネルギーとつながるわけですよ。もうコミットしてください。でこれね、多分罪悪感を今、そう、みんなできるんですけど、
そう、まあ、一回コミットすると結構もう大きく動かしてくれるので、まあ、次大きな試され事が来てるなっていうのが来たらまたやればいいと思うんですけど、そのタイミングでちゃんと気づかしてくれることとか起こるので心配しない、恐れなくて大丈夫です。でとにかく今ねやってみてほしい。これ見てる人は気になってると思うから、そう、そうするとね体とか心がねなんか緩んでそっちの方向に行くんですよ、うん、ちょっとやってみてください。これができた瞬間にちょっと動きが変わってくると思います。小手先ではないこれ流れですので、そう、だからいろんな方法論をやってもこれを逆にコミットしてくれてないと結構ガチガチで許さないとこがあるんですよね、自分を。その性エネルギーとつながるっていうことで罪悪感持ってると、だからそれが罪悪感持ってると多分パートナーとかその自分自身がそういうふうにセックスに関してとかそういう色気を持つこととかいろんな面、セクシャルエネルギーにこう関わること全てですよ、うん、いろんなこと関わってると思うんですけど、ファッションにしても服にしてもチョイス、自分たちの選択の中に介在していて、そこに禁止が多分入ってると思うんだよね。だからセックスレスがさ存在してしすることに成功したんだと思うんですよ、うん、そう、ちょっと、ね、今流れが変わってきてると思います。生産する方向に、その抑える方からちょっと反映する方法にいってるんじゃないかなと思ってて、うん、ちょっとレスになってる、ちょっともうガチガチですっていう人はここ自分がやってください。パートナーがしてなくても自分がやればすごくつながっていくので、ひたすらっていうか、もう一回やっても結構動くと思います、うん、でどんな罪悪感があるのかなというふうに探さないでください。はい、犯人探しじゃなくてもそのことだけで十分ですので、そう、どんどん許容してどんどん受け取って、それに関するケアの方法だったりとか、まあ、その喜びね、ファッションとかね、ものをどんどん恐れをなくして許可してやっていってみてください。どうなるでしょうか。嬉しいコメントお待ちしております。それでは終わります。